記者会見開いた理由というのは安倍政権に、なって、これから、脱原発運動をどうしていくのかという、ことをお話ししたいということです。今年のお正月になって私が一番ショックを受けた写真という新聞の写真というのがありますね。経団連の会長とそれから新しい政権を担うことになった、安倍首相とが非常に満足げに握手している写真なんです。でそれは本当に明るい無邪気のように明るい写真なんです。でそう言いますとね、私は自分たちがもう原発の事故というのは人間が本当に根本的に大きい危機に出会った、それを乗り越えられるかどうかわからないと大抵のまともな人間が考える。ところがそうじゃなくてですね、事故というものは何でもなかった、それはもう、克服された、自分たちの権力によって自分たちの力によって政治ってものは動かすことができるんだと、国は動かすことができるんだ、世界は動かすことができるんだと考えているタイプの政治家です。日本の政治家と経済家たちが、経済家の人間が示している見返りと違ったものを自分たちは行うだろうと、人民党に対して原発に対してそれから憲法改正に対してノーと、それにはデモンストレーションしかないんだと。3月9日のこの大きな集会、一部からはもう多くの人集まらないんじゃないかみたいな意地悪な声が出ていますが、そんなことはありません。多くの人々いろんなところからやっぱり行きます。だからこそ今年頑張りますよねというお声をいただいていますので、さらに多くの方にお伝えしたいと思います。ご自分のお子さんやご自分のお孫さんやご自分の愛する人を一度心の真ん中に置いてどうか考えてください。命より大事なものが本当にあるのかというこの問いかけをもう一度私たちは福島につながりつつ自らに問い続けていきたいと思っています。